おばあちゃんから聞いたことが本当に起きるとは思ってませんでした。まるで蒸発しちゃったみたいに人たちがパッと消えるなんて。おばあちゃんの話によれば、封印石が壊れたからこんなことが起きちゃったの。それが本当なら、封印されていた者たちがもうすぐわーっと逃げ出してしまう。これからどうなってしまうのでしょうか。手遅れになる前に早く彼らに来てもらわないと。おばあちゃんは奴らと戦えるのは彼らしかいないと言っていました。もちろん勝てるかどうかは分かんないけどね。